楽しかったユニットライブ。会場に来てくれた人たちもみんな盛り上がってくれたわね。ユニット名に混じってアクアの名前を呼んでくれた人もいたずら。どっちの名前も覚えてもらえてて嬉しいな。久しぶりのユニットでの活動だったけど大成功だったね。よかったよかった。アゼリアもギルティキスもめちゃくちゃよかったよ。見る側になると改めてアクアには素敵な人がたくさん集まってるんだってわかるね。当然よ、このヨハネが立つステージだったんだもの。ファミリアたちが沸き立たないわけがないわ。ヨシコさんが会場の皆様をリトルデーモン以外の名前で呼ぶ姿も改めて新鮮に感じましたわ。ファミリアと書いてリトルデーモンとも読むのよね。そんな読み方があったんだ。シャロンのライブすごく素敵だったよ。聞く人みんなを元気にするような楽しいライブだったね。ステージに立つ前に勇気をもらったずら。ありがとう。そっか、アゼリアのライブはシャロンの後だったんだよね。どういたしまして。アゼリアのライブもとっても素敵だったわ。3人ともかっこよかった。リコ、アゼリアのライブの後からずっと言ってるわね。アゼリアそっくりって。え、そんなに言ってる。ありがとね。ギルティキスもかっこよかったよ。なんかこんな風に9人でちゃんと話すの久しぶりじゃない？ちょっと懐かしいかも。大げさですわね。時々集まっていたではありませんか。ライブが終わった後だって打ち上げと称して全員で食事にも行きましたし。でも言われてみればそうかもしれないずら。ユニットライブの準備のために3人ずつで行動することが多かったから。打ち上げは打ち上げでみんなハイになってたものね。こうして落ち着いた状態で話すのは確かに久しぶりだわ。じゃあ改めて反省会する？今なら冷静にライブのことを振り返れそうだしね。そうだよ、椎茸バッチのことも相談しないと。何？そのキノコ好きが喜びそうなグッズは。そっちの椎茸じゃなくてチカちゃんのお家にいる椎茸ちゃんのことだよ。余計意味わかんないだけど。1、2、3、4。ほらほら花丸ちゃん、ダイヤ頑張って、あと10回だよ。もうダメ、腕が限界ずら。何のこれしき。この程度の腕立て伏せで音を上げる私ではありませんわ。さすがダイヤ。じゃあもう10回追加してみようか。はい。メダイ、アマダイ、キンメダイ、沼津の美しい海のきらめき。何それ、もしかして新しい曲の歌詞？うん、ビビッときちゃったんだよね。スマホにメモして、あ、部室に忘れてきちゃった。仕方ない、絶対忘れないようにしとこう。ルビーたち、どんな曲を歌うことになるんだろう。次のコスチュームのテーマは絶対メタルね。デザインも決めてあるから明日書いて持ってくるわ。いいえ、今度こそ高貴なる闇の装束よ。ヨハネの威厳を 100%、 いいえ 200% 忠実に表現した。神も魔王もうなる、唯一無二にして最強のデザインにするわ。だからなんでそんなに癖の強いデザインにしようとするのよ。あ、チカちゃんごめんね。でも二人ともこんな風に言ってるけど形にしてみると意外にかっこいいデザインになることもあって。ううん、そうじゃなくて、なんだかいつもと。あ、そう言われるとそうだね。ユニットごとに集まってる。ほんとだ、全然気づかなかった。ユニットライブは終わったのに。いや、終わっても一緒にいるのは全然変じゃないんだけど。
学校ではどうしても学年ごとに集まることが多いですからね。いろいろ大変なことがあったけど、それを一緒に乗り越えたことで絆が深まったずら。二人とも大丈夫？またやりたいな、ユニットライブ。なあ、でも今度は同じ日にできたらいいね。そうね。前回はシャロンもアゼリアもギルティキスも出演日が分かれちゃったから。ならばやりましょう。みんな、このメールを見て。メール？あ、これって私たちがユニットで参加したイベントの運営委員会からの。イエス！前回のイベントに出演したスクーンアイロンに送信されているイベント出演依頼のメールよ。出演依頼？前回のイベントが大大大好評だったらしくて、2日間のアンコールライブを開催することになったらしいの。このメールはギルティキス宛てなんだけど、多分シャロンとアゼリアにも同じものが来ているんじゃないかしら。確認してみて。本当ですわ。確かに来ています。ヨウちゃん、ルビーちゃん、来てる？来てない。多分チカちゃんのスマホに来てるんじゃないかな。出演応募した時に入力したメールアドレス、チカちゃんのだったもんね。うわー、気になる。アンコールだから出演者は前回のイベントと同じ。しかも出演者は両日出演。どうする、チカッチ？やる、出演する。だってシャロンもアゼリアもギルティキスもまたライブを、しかも今度は同じ日にできるってことでしょ。やるしかないよ。前回の出演でユニットの名前も広められたからね。このアンコールライブを成功させればさらに人気を獲得できるかも。また罪の口づけに溺れる子羊たちが増えるわね。どんどん繋いでやるわ。我々ギルティキスの甘美なる闇の牢獄にね。全員参加大手ってことでいいわね。それじゃあ、イエスでレスポンス。決まったわね。次のライブの予定。ねえ、忙しくなりますわ。こんなに早くまたユニットで歌えるなんて楽しみづら。よーし、みんなユニットライブアンコールに向けて